ユニエスキー・ベタンコート・ペレスは、キューバ共和国ビジャ・クララ州サンタ、クララ出身の野球選手。右投げ右打ち。キューバのサンタ・クララに生まれ、幼い頃は、キューバ代表の二遊間コンビだったヘルマン・メサとフアン、パディーヤのプレーを観戦して育った。2000年夏の、第19回トリプル a 世界野球選手権大会に、ジュニアナショナルチームの声優劇手として出場し、打率。 523の好成績を残した。その後は、キューバ国内リーグである、セリエナシオナルでベースボールのナランハスデビジャクララに入団したが、チームには代表常連のスター遊撃手であるエドアルド・パレが在籍していたため、二類種にコンバートされた。キューバでの生活は厳しく、ベタンコートは当時のことをキューバではみんなその日暮らしさ。その瞬間を生きることに、 精一杯で、中長期的視点で、将来のことを考えるのは愚か、明日のことすら考える時間がなかったからね。と振り返っている。2003年12月4日、他の仲間と共に、棒音で、キューバから逃亡して、アメリカ合衆国へ密入国、その後カリフォルニア州ロサンゼルスを経由して、メキシコに入国し、不正に入手したパスポートを持って、アメリカ合衆国に入り直す。 という手順で亡命を果たした。当時は入国の経緯について、11月28日、9人の仲間と共にイカダに乗って、キューバから逃亡し、4日後にメキシコのキンタナ老衆館訓に漂着した。と偽っていたが、真相が明らかになるのは2006年12月になってからで、あった。入国後にフリーエージェントを宣言し、複数の球団と自由に交渉する権利を得た。 2005年1月25日に MLB のシアトルマリナーズと4年総額282万6千ドルの契約を結び入団した。この年のうちにマイナーリーグの AA 級サンアントニオと AA 級タコマを経て7月28日の対クリーブランドインディアンス戦で MLB 初出場。また昇格前にオールスターフューチャーズゲームの世界選抜に選ばれている。 2006年以降は、マリナーズの声優劇種としてプレーする。1983年生まれの二類種、ホセロペストの若手コンビは、以後のマリナーズを担う存在として期待されていた。2008年までの3年間、どんな状況でもお構いなしに早いカウントから振っていく、荒い打撃が目立ち、毎年打率。280前後に対して、出塁率は、300親や超える程度に止まる。 2008年シーズン終了後に就任したドン・若松監督が打席内で落ち着きがない。打者として才能があるだけに新しいスタイルを教えるのが我々の責任でもあると指摘し打撃スタイル強制に乗り出す意向を表明したほどだった。2009年も声優劇師として前半戦は63試合に出場したが打率250出塁率 278は、共に過去最低の数字。課題とされていた早打ちも、245打席で相手に、投げさせた球数は802球で、1打席あたりの球数3.27は、過去3年の平均3.20とほぼ変わらない、水準だった。6月24日の試合で、右大体を痛めて故障者リスト入りする。2009年7月10日に、マリナーズがトレードを成立させ、 復帰前にマイナーリーガー二人との交換で、カンザスシティロイヤルズへ移籍することになった。ロイヤルズでは、声優遊劇種のマイク・アビレスが故障で、復帰の見通しが立たず、参加のマイナーリーグにも目星選手がいないことから、ベタンコートにはレギュラーとしての期待がかけられていた。移籍後は71試合に出場している。2010年4月5日のデトロイト・タイガースとのシーズン開幕戦に7番。 遊撃手として先発出場し、2回裏の第1打席にジャスティン・バーランダーから2点本塁打を放つ。下位打戦を担ったこの年に151試合に出場したベタンコートは3本の満塁本塁打を含むチーム最多の16本塁打、78打点を記録した。2010年シーズン終了後にミルウォーキーブルワーズとの2対4のトレードでザック。 クレインキーと共にミルウォーキー・ブルワーズへ移籍した。2011年はブルワーズの声優劇種として定着。この年のワイルドカードゲーム進出にも貢献した。2011年12月21日、1年総額200万ドルで1年ぶりにロイヤルズに復帰した。2012年8月14日にロイヤルズから放出され FA となった。 2013年1月28日にフィラデルフィア・フィリーズとマイナー契約を結んだが3月24日に自由契約となり26日に単年のメジャー契約で2年ぶりにブルワーズに復帰したがシーズン終了後10月31日に FA となった2014年1月29日にオリックス・バファローズへ入団したリオハル・アロム・バルディスの穴を埋めるべく 主軸を期待され開幕戦では4番2類種で出場する。12試合で打率、106と低迷し、4月11日に登録を抹消される。およそ1ヶ月の2軍調整を経て、5月6日に1軍へ再昇格するも、5月17日に再び登録を抹消。2度目の抹消以降、2軍戦に全く出場しなかったり、 練習にも来たり来なかったりするなどした。その後、右足親指活液法炎と診断され、米国でかかりつけの医師の診察を受けたいという、本人の希望を球団が受け入れ、アメリカへ一時帰国することとなった。7月12日には怪我の原因である、両足外反母趾の手術を受けることを発表した。7月22日、球団から契約解除を通告され、 ウェーバー工事にかけられ、29日に不請求となっている。2015年はメキシカンリーグのティフアナブルズと契約するが、4月29日に解雇された。オフはメキシコのウィンターリーグに参加。2017年3月29日、メキシカンリーグのユカタンライオンズと契約。2018年3月1日にトレードで、 ラグナユニオンコットンファーマーズに移籍するが3月22日にオアハカウォーリアーズに移籍2019年3月からキューバから他国への亡命選手として初めてキューバ国内リーグセリエナショナルデベースボールに復帰3月28日にナランハスデビジャクララの一員として試合出場したしかし2019から2020年シーズンは国内リーグで プレイしないことを表明した。打撃は、早いカウントから積極的に打っていく、典型的なフリースインガーであり、至球、三振はともに少ない。総力はあるが、通算投類成功率は2012年終了時点で5割となる低さであり、盗塁技術にはまだ改善の余地がある。守備範囲が広く方も強いため、2007年にベースボールアメリカ史が行った。 アメリカンリーグ各球団監督へのアンケートでは、守備の上手い遊撃手と肩の強い内野手の2部門でリーグ3位の評価を受けている。また、ESPN 記者のロブネイヤーは、ゴールドグラブ賞の選考方法が、各球団の監督、コーチ陣による投票であることを批判する際に、2006年、レッドソックスのマリナーズとの対戦は6回。果たしてレッドソックスのコーチたちは、本当に、 ユニエスキーベタンコートの守備力について、格好たる考えを持っていると言えるだろうか、と、ベタイコートの守備を引き合いに出している。ただし、守備指標においては、2006年から2011年までの6年間の、守備防御点でマイナス72、つまりこの期間中の同じ守備イニングの平均的な遊撃手と比べて、守備で防いだ失点が72点も少ないという、 上記の指揮者による評価とは逆の欠陥が出ている。2012年は出場57試合のうち46試合で二類種として出場した。マリナーズ時代は同僚の一郎と仲が良く何度も食事をした。特にお寿司屋によく連れて行ってもらったと振り返っている。ありがとうございます。